初代ラグラン男爵フィッツ・ロイ・ジェームズ・ヘンリー・サマセットは、イギリスの陸軍軍人、政治家、貴族、暴法と公爵家のヤンガーさんとして生まれる。1854年に勃発したクリミア戦争で、英軍の指揮を取ったが、バラクラバの戦いで、彼の不明瞭な命令が原因で、景気兵両団指揮官の第七大カーディガン白尺ジェームズ・ブルーデネルによる、景気兵両団の突撃が起こり、 大損害が発生した。また、セバストポリ包囲戦の作戦指導も失敗して、同戦いを泥沼化させ、自身も戦病死した。最終階級は、陸軍元帥。また、1852年に、ラグラン男爵に除されている。1788年9月30日に、第5代暴法と公爵ヘンリー・サマセットとその妻、エリザベスの間の八男として、 グロスタシャーバドミントンハウスに生まれる。ウェストミンスタースクールを卒業した後、1804年6月に、第4軽流騎兵連隊に入隊した。1805年6月に勝尉に昇進。1808年5月には、第43不評連隊の隊員となり、ついで同年7月には、サー・アーサー・ウェルズリーの副官となり、半島戦争に従軍し、様々な戦闘に参加した。 その最中の1811年6月に名誉少佐、千1812年4月に名誉中佐に昇進した。1814年のナポレオンの最初の出脚で、ウェリントン校が中フランス大使に就任した際にも、ウェリントン校の副官に泊まり、同年8月には、ウェリントン校の名にあたるエミリーと結婚した。ナポレオンの百日天下の際にもウェリントン校に、従って、 フランス軍と戦い、1815年6月のワーテルローの戦いでは片手を失う戦勝を負った。同年8月には陸軍大佐に昇進。ナポレオン敗退後もウェリントン公の副官として1816年までフランス占領軍に勤務した。その後ウェリントン公が本国に帰国して補給庁長官となると彼も補給委員会のメンバーとなる。 ウェリントン公と共に1827年まで勤めた。またその間の1818 18年から1820年までと1826年から1829年にかけてトゥルーロ選挙区から選出されてトーリー党の庶民委員議員を務めた。1825年5月には少々に昇進。1827年にウェリントン公が陸軍最高司令官に就任すると、 軍事長官に就任した。ウェリントン公が死去する1852年まで務めた。1830年6月には中将に昇進。1852年10月には補給長長官に就任するとともに、連合王国貴族尺イラグランダン爵尺に除され、貴族院議員に列した。1854年にクリミア戦争が勃発すると、クリミアに派遣されて、英軍の指揮を取った。 1854年6月に、大正、11月に、陸軍元帥に昇進した。アルマの戦いや、インケルマンの戦いを勝利に導いたが、バラクラバの戦いでは、彼の不明瞭な命令のせいで、景気兵旅団指揮官の、第七代カーディガン伯爵、ジェームズ・ブルーデネル少将による無謀な、景気兵旅団の突撃が起こり、英軍は多大な損害を出した。 さらにセバストポリ包囲戦も彼の判断ミスが原因で長期化してしまった。現地でこれらを理患し、1855年6月28日に選病死した。爵位は次男リチャード・サマセットが継承した。1852年10月20日に以下の爵位を新規にノブされた。1814年に第三代モーニントン伯爵。 ウィリアム・ウェルズリー・ポールの娘エミリーと結婚。彼女との間に以下の二男三女を設けた。ありがとうございます。